この訓練は南海トラフ巨大地震で公共交通機関の運行が停止し、豊橋駅に多くの帰宅困難者が発生した場合に備えて豊橋市などが行ったものです。今日は市の職員や地元の小学生など合わせておよそ80人が参加しました。受け入れ準備が完了しましたので、今から移動を開始いたします。訓練では市の職員が駅周辺の被災状況の情報を収集したほか、警察や駅員らと連携し、駅に滞留する人たちをおよそ300メートル離れた帰宅困難者の支援施設へ誘導する手順を確認しました。豊橋駅では大災害発生時、帰宅困難者がおよそ6000人発生すると予想されています。